です。ライジン MMA ルール5分3ラウンド66キロ契約です。カエル・アグオン VS 萩原恭平両選手の入場です。まずは萩原選手から体重計に乗っていただきます。萩原選手 65.80 クリアです。クリアしました。そのまま一旦写真撮影とさせていただきます。はい、ありがとうございました。続いてカエル・アグオン選手お願いします。カエル・アグオン選手 65.65 クリアです。クリアしました。さあ、それでは両者並んで正面を向いての写真撮影です。今回フィニッシュできるのではないか、そう話しているのはカエル・アグオン選手です。 MMA ファイターとしては私の方が上だと自信を持ったコメント。一方の萩原選手は近代レスリング部の出稽古に行き、そして岸本康明氏から MMA の技術を教わってきました。がっちりと握手を交わした両者、フェザー級注目の戦いです。体の正面が少し見えるようにフェイストゥーフェイスお願いします。はい、ありがとうございます。静かな空気の中に殺気が満ちている両者、今笑顔で握手を交わしました。明日の第6試合になります。